中さんどうですか、このご覧終わって。いやもう全然もう津波が優勢でいい感じです。そうですか、はい。まあ、本来の津波のボクシングができているというそんな感じになります。はい。まあ、展開戦もこの GBC の公認は3戦で3勝です。負けありません。これは激しい打ち合いだ。この辺の打ち合い、おっと、にちょっと右に当たってしまった。左行く、かなり激しい打ち合いですが、今のような富樫さん打ち合いはどうですか。そうですね、あの いいですね。はい、上野さん、はい、セコンドからも苦しい時にこの連打連打効いている、効いているという声が出ています。そうですか。まあ、パンチの威力はこの展開津波の方が上回っています。まあ、とにかくあの予備検診でも、まあ、身長私ちょっと高くなっちゃったんですよ、うん、ということで、まあ、このチャンピオンを見た時もそんなにこう怖さはなかったという話を聞きました。左です。さあ、ここも左、残り1分です。左、ここもワンツーで決まっています。橋本チャンピオンの足は止まります。さあ、追い詰めてきます。展開津波、まあ、チャンピオンのこのサンシーンは、まあ、中国のボクシング界にあっては第一人者、まあ、男女を含めてもこのチャンピオンとしては初めての この中国のチャンピオンということになります、このサンシーンです。まあ、もちろんフットワークの良さ、スピード、そしてパンチ力もあるわけなんですが、ただおそらくさんとしては富樫さん、意外な展開というふうに見ていると思うんですかね。そうですね、あの結構ボディ効いてると思います。はい、これも右ボディ入っている。さあ、そして左にヒットが来ました。さあ、ここもロープで追い詰めた。右です、これも決まっている。右はちょっとグラってきました。チャンピオンのさんがグラってきました。さあ、そして右が来ますが、残り10秒。さあ、展開です、展開する波、ここも優位です。さあ、一気に攻めていきます。ここも右入って左、右入っています、入っています、クリストです。そしてここはゴング、第6ラウンドを終了しています。7回目ラウンド7、第7ラウンドを迎えます。ここまでは圧倒してこの展開津波がいいボクシングを見せています。まあ、おそらくこの女子の2分という時間ですが、まあ、先ほどあたりも男子同様3分であればこれ富樫さん倒せるという時間だと思うんですが、やはり2分というのはなかなかやっぱりこう KO というのはできないですよね。そうですね、まあ、しかし富樫さんも現在は WBC の世界ライトフライ級のチャンピオンですから、まだこの日本では WBA のチャンピオンいません。この展開津波が初めてのチャンピオンになるかどうかという今日の戦いです。なれば WBA では初めて、そして日本人としては3人目の女子のチャンピオンが生まれます。右です、右、かなり重いパンチが入りました。ただ打った後やはりこう前に出てくるこのチャンピオンのツァンです。長さん、サンのパンチも重いですよね。はい、そうですね、津波の方がパンチありますね。ボディも入っている。そしてこの辺の打ち合いです。連打連打できます。展開津波、非常にタフなこの展開津波です。まあ、あの初めて会った雪検診ではチャンピオンのツァンがこの展開津波を富樫さん可愛いと表現したんですが、決してそんな雰囲気は気はないですよね。そうです。さあ、そしてここも追い詰めてきますが、左から右です、右のフックです。とにかくこの山木ジムでも、まあ、スパーリングはなんと男子同様1ラウンド3分で行ってきました。そしてインターバルがわずか30秒、まあ、それを6ラウンドあるいは10ラウンド、まあ、毎日毎日繰り返してきました。まあ、そういった意味では非常にスタミナを持っていた展開津波、残り10秒です。まあ、このラウンドは多少チャンピオンも、まあ、打ち返している感じがありますが、さあ、展開、この右のアッパーですが、これは空振りになりました。そして赤コーナー追い詰めていきます。ここゴングです。第7ラウンドを終了です。